館シリーズ実格館の殺人実格館の殺人は推理作家、あやつじゆきとのデビュー作品である長編推理小説。1987年に出版され、館シリーズの第一作となる。日本のミステリー界に大きな影響を与え、新本格ブームを巻き起こしたとされる。この小説の登場を機に、 本格ミステリー界では、あやつじ以降という言葉が使われるようになった。2017年7月時点で、累計発行部数は100万部を突破している。10は、っと読むのが正しいが、講談社文庫版によれば、呪、と読む。1985年1月、研究会で開催された新年会の3次会で、急性アルコール中毒から、 心臓発作を誘発したことによって中村千織が死亡する。漫画版では1月の新年会クルージング中の海難事故での死亡に変更された。合宿の約半年前である1985年9月20日、当時島に住んでいた中村青氏の自宅が全焼。焼け跡からは中村青氏と妻の中村和江、さらに使用人夫妻と思われる。 計4名が他殺隊で発見されたほか、当日島を訪れていた庭師の遺体はなく、行方不明とされた。他殺隊のうち、中村和恵の左手首は切断されていて現場からは見つかっていない。1986年3月26日、大分県経大学推理小説研究会の一行は、各島と呼ばれる無人のことを訪れた。 彼らの目当ては半年前に生産な世へ、殺人事件が発生した通称青屋式跡と島に唯一残る実区館と呼ばれる建物である。彼らはそんな島で一週間を過ごそうというのだ。一方その頃、本土では研究会や事件関係者にあてて、かつて会員であった中村千織の事故死について告発する怪文書が送り付けられていた。 怪文書を受け取った一人である江波隆明は中村千織の唯一の肉親である中村孝二郎を訪ねる。そこで暮れない二郎の大学時代の後輩である島田清と出会ったコーナは一緒に事件の真相を探ろうと調査を開始する。研究会の主要メンバーはそれぞれ有名な推理作家にちなんだニックネームで呼ばれている。ニックネームはノベルス版では ポー、エラリー、ルルーと表記されていたが、文庫化された際にポー、エラリー、ルルーと変えられた。内部リンクはニックネームの元となった推理作家の項目である。清原博士作画による漫画版が月刊アフタヌーンにて2019年10月号から連載中。あやつじは新相改定版の後書きで本書を持って、 実区間の殺人の決定版とするつもりでいると述べている。ありがとうございます。